この前の、サンプル用のバッグのね、型紙できたよ、もう。早いね。まあ、オーダーメイドのね、間でやってるから、まだ、部分的な試作の型紙だけど、こんな形で、芯材用の型紙と、革用のね、型紙分けてあげると、やりやすいかなと思って。これは何、これはどこへ来るの、この長いの。これね、捨て待ちって言って、これでちょっと見えにくいんだけど、ここに、開いた時にマチが内側に入って本体とマチの間のねパーツになるんだよね、一応それにも芯材入れるから。こんな大きいんだね。そう、このマチ分がこのここからここまでつながってるからね。でこれが、まあ、本体のここの形にこうやってぴったり合うような形で作ってるんだよね。まあこの間黒でねサンプル作ろうかなっていう話だったんだけど、ちょっと色変えてこのベージュにしようかなと思って、まだねちょっと悩んでます。もう少し先になっちゃうかもしれないけど、お楽しみに。